HPPPPLZZZ 제 可能是肥仔大侠，谢各位。谷歌高层，感谢。聚赌最多罚款3000，感谢。可是你杀人，最少要关3年。现在有谁啊？海因特，先去接海因特的好了。Popo， 凤，北极熊的怒吼，奇诺卡布，这。小平兄，前情提要：追寻着师父闪达的行踪，海因特来到了斯托冈德。他听了娜塔莉亚诚恳的话。他虽然前去附近的森林，却在那里看到被红眼石化的师父。可尔，感谢。抱歉，海因特。奇怪，我听得懂粤语，可是香港记者会警察的粤语我完全听不懂，一直汪汪汪汪的，到底什么意思？撒回啦，我也听不懂。郑交基，感谢。在师父闪达所留下的信件当中，提到要去找占卜师苏珊娜的建议，就这样写着。于是他来到了史迪尔诺斯，史迪尔斯诺。大丈夫だ。まあな。そうか。QAZWER， 天哪！我的队伍现在不是揍人，就是把人家抓到我的队伍里面来。嗨，卤蛋觉得任天堂一三这次什么最香？张霸。张霸是哪一个张霸？是0731那个张霸吗？迪奥的压路机，感觉。そう、そう。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。よ。一刀劈死。また一つ強く。感謝する。感謝する。
感謝する。感謝する。感謝する。193なんと。はい。何？ああ。くそ。おい。うん。実を言うとな、まさか三兔自有配、うん、だろ、ああ、锁死亚雷克，比较个赞。感謝する。行け。始めよう。狙い撃つ。蠢动的树木，山羊。谢谢小英，谢谢台湾。感谢感谢。見えている、私の出番だな。ペニーが…どう動く？私の…行くぞ！お、そんな？当たるものか、どう動く？私の出番だな。行くぞ！わ、没有暗暗灰。私の出番だな。どう動く？狙い撃つ。行くぞ。血到底多少？多半天打不死。当たるものか。どう動く？私の出番。どう動く？全力だ！あ、それです。相手にも敬意を払う。エレン、ねえ。図体は大きくなっても変わらないね。
リンデに手伝わせて、こいつを中に運び入れてくれんか。はい。さすがに雪の上で倒れていたら風邪ひいちまうからね。おや、なんで名前を知ってるんだ。そう言いたいんだろう。私は占い師だよ。何でも占いで一発さ。こんなすごい占い師がいるなんて、この人ならきっと。というのは嘘なんじゃがな。嘘？魔物と心を通わせる狩人、そんなもんもうほとんどおらん。私でも知ってるのはザンターの坊やくらいなもんさ。あんたザンターの弟子なんだろ。黒き森の範囲と噂は聞いてる。魔物を使う手並み、都市格好、手がかりがあれば推測できるもんさ。あとは分かったことだけ口にすればいい。そうすれば外れないからね。こうして百発百中、希代の占い師スサンナ様の出来上がりさ。インチキ占い師でがっくりきたかい？いや、逆に信頼できる。あなたが口にすることは絶対当たるという証拠だろ。あはははははは。ザンターの坊やもいい育て方したね。いいだろう。何が知りた。ルクション。あ、中で聞こうかい。ああ、それが良さそうだ。ザンターの坊やめ、ずいぶんと面倒なことに関わったもんだ。スサンナさん、師匠は助かるのか。方法はある。本当か。ああ、百発百中の占い師様の占いだ。信じるんじゃろ。そうだな。師匠を助けるためなら何だって。あ、スサンナさん。あのザンターの坊やがこんないい子を育てたなんてね。私はちっとも思わなかったよ。あの師匠を見て育ってきたからな。そうかい、そうかい。その手があったかい。サンタの坊やもやるもんだ。そうだな。言っておくが難しいぞ。覚悟の上だ。石にされたものを元に戻す唯一の方法、それは赤目を倒すことさ。やはりそうか。恩に着る。では。まだ話の途中だよ。まったく、せっかちな子だね。すまない。このまま挑んでも、あんたはザンターの坊やの二の舞だよ。あんたまで石にされたら、誰がザンターの坊やを助けるんだい。それは、そうだが。
まずは赤目に石化されないように対処しなくちゃいけない。ハイトやヘンルーだって薬草は聞いたことがあるかい？いや、初耳だ。この辺りにも昔、人を石にする魔物がいてね。その時に使われたのが石化を防ぐヘンルーだという薬草さ。赤目とやらの力にも効くはずだ。ヘンルーダのある場所への入り口は先にアレークを行かせて案内させる。ただそこは魔物の巣窟になった森だ。危険な場所だからね。焦らずきちんと準備を整えな。わかった。ありがとう、スサンナさん。いいってことさ。ザンターの坊やは私にとっては出来の悪い息子みたいなもんさ。あんたがその弟子だって言うんなら私にとっちゃ孫みたいなもんだ。孫のために力を貸してやるの喜ばないババはいないよ。ありがとう。婆婆，蜥蜴王之府。有没有谁没有打过啊？哎呦，哎，这么好，大家都打过了。我土哥，你明明就打过啦。哎啊！哇，竞技短剑。你今天在干嘛？干，真的可怜，一天下午都是在那个老旧的故乡，现在每天打开你，都是一张动漫图片，加一个黑黑的窗口。啊，今天在谈政治是不是？那么好。哎，白雪哀。やむを得ません。全国最大红龟贵中心，以及。狙い撃つ。
么这么痒？負けません。火炎よ。さてと。真兮兮有些。かかってこい。クジャクの舞。ぜ。达人的大功192还不行啊。H 咦，打人的大功还射不出伤害，太尴尬。なるなら狩るだけだ。どけ。どうしゃべりや。よっしゃ。横一文字。小樱初选赢了，好爽，给你钱。好，谢爽哥。熊抱調べさせてもらいます。かかってきな。お題いらねえよ。狙い撃つ。獅子の舞。どけ。諦めるな。さてと、やってやるぜ。大切断。出直してきな。大切断。マジックスピードだぞ。どう動く？他第一个前面怕什么？站吗？クジャクの舞。名人的影分身，这。
くぜ。大切断。わかっ。マジックスピードだ。行くぜ。大切断。わかっ。倒立三下。好呀！頑張ります。耐えよ。焼き尽くせ。少しは成長できたでしょうか。冬菇感觉哟，好啊，ラクーンジェレオユありがとう。花生洗魔术，干杯！頑張ります。猎人这么弱，没道理、啊。かかってきな。どけ。負けます。耐えよ。焼き尽くせ。やれ。少しは成長できたでしょうか。どう動く？我把头发剪了，超爽，给你钱。为什么？谢超爽给我钱。高等的，横一文字。因为不知道为什么你头发剪了要给我钱，所以产生疑惑。
Perhaps. かかってこい。God. Tostorimu 在玩屎喷乱土二，マジックスピードだ。连空人家。私の出番だな。クジャクの舞。行く？はい。没有理由，只是想给你钱。谢谢给我钱。横一文字。真どけ。マジックスピードだ。終わりだ。哎呀，也是蛮巧的，我也很想要收钱。帅气低小的感觉。やむを得ません。行くぜ。横一文字。在俱乐部看到韩国瑜干林老师动内压压惊。一次吧，白痴！把那个神经病白穿。マジックスピードだ。我觉得其实蛮好笑的。それでは。那我也要给你钱。好，我心存感激的收下了。かかってこい。炎よ、燃えろ。少しは成長できたでしょうか。下がるなら狩るだけだ。行くぞ。
マジックスピードだ。それでは。宅丁丁的这。横一文字里嘎哇电电感谢負けません。小乐感谢。叫我卷卷，地方的火辣妈妈，感谢各位。打王啦！あれか、あれ。師匠の話や伝承では聞いていたが、凄まじい威圧感だ。まさか私がこんな大物を相手にする日が来るとはな。そういえば話したか、クリフランド地方のドラゴン狩りの話。4回は聞いた。その度に長くなっていく。あ、そうだったか。話すたびに具体的に思い出すんだな。うん。私以外は多分信じない。師匠の狩りの獲物は大物が多すぎる。そうは言ってもな、本当に買ったからな。いきなり何？やめ。くそ、そんなに嫌か。嫌ではないけど。ははん、まさかお前抱えられるのが恥ずかしい。バカ。まああれだ。覚えておけハナイット、カレウドってのはいろいろな獲物と戦う。中には信じられないようなやつもいる。誰にも信じてもらえないような狩りでも自分だけは覚えておけ。ほら話だって鼻で笑われたっていい。それにな、ハイット。なんだ師匠。いつかお前も俺に聞かせてくれよ。ホラ話みたいなすごい狩りのこと。他の誰が信じなくたって俺だけは信じてやるからさ。たっぷりと嫌になるくらい聞かせてやるから、覚悟しろ師匠。決めている。来い。いざ参。龙摆出威风凛凛的架势。どう動く？
しゃせい。そいつを守ってた。それでは調べさせてもらいます。63000狙い撃つ。友なるイカズチよ。现在去小学不只可以找女友，还可以跟警卫叔叔玩捉迷藏呢。What the fuck？ 所以说哪能说的？そこだ。私の出番だな。哇哈哈哈哈哈哈！海多。P-Wing 是よっしゃほら。そいつの名前か。どこ見てるんだ。かってきな。やってやるぜ。いっちょやるか。かかってきな。ほら。行くぞ。覚悟はいい。守りはバラ空きだ。行きましょう。癒しの奇跡を与えたな。要跑回来了。啊！オフィリア！どこ見てる？ふざけるな。かかってきな。呪文辞儀。かかってこい。哎，没什么能用的技能。全力的，よく狙え。行くぞ。これよ。かかってこい。没有学一些被动技能，尴尬。ぜ、よっしゃ！呪文辞儀。ZXCV 眼界，有事。嘿，どけ。
废柴型小白那些。ほらよ。よっしゃ。やってやるぜ。十文字切り。頑張ります。傷を癒したまえ。来撃つ。シュシュの舞。行くぞ。抓起来啊！私の出番だな。サミダレよ。それでは、では行きます。聖火神エルフリックよ。こんなもんよ。やったか。ほう。大丈夫だ。手に入ったか。待っていてくれたのか。スサンナさんは案内を命じただけだぞ。待っていたのは俺の判断だ。悪いか。悪くはない。お前の勝手だ。先に戻る。帰りは問題ないだろう。心配してくれてありがとう。あそのあ
変なやつだ。怪人。おお。おかしいよ。頼む。それで？就是啊，首先呢，先降他的防，再加雅芬哥哥的攻击力，再让他砍两次十文字斩，就结束了啊。呢？哦。そうさね。それがいい。ラボンズクス、感謝。ありがとう。おやおや、そうだな。云香要十个。はいと。雅芬哥哥的意思是全队就靠他的啦，你看不懂吗？ハンイット様ですね。そうだが、聖火騎士か。エリザ様からことづけを託されました。赤目の居場所を伝えよう。そうか、エリザが見つけ出してくれたか。はい、砂漠の町マルサリン、そこに赤目がいる。確かに受けたまわった。礼を言う。はっ。では私はこれにて。もう行くのかい。ああ、とても世話になった。いいんだよ、あんたと私の仲さ。孫みたいなもんだって言ったろ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね、もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。ん？ああ、わかったわかった、気をつけて行っておいで。おう。ああ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。
于是海因特离开了史迪尔斯诺，为了解除师父的石化，无论如何都得狩猎红眼才行。他前往桑兰多地区的马尔沙利姆，海因特的旅程会继续下去。我又再跑回去换角色。哎，旁边那是谁？普里姆罗杰吗？没有吧，特蕾莎。特蕾莎，我原本给他装什么？盗贼，回糖多多绿眼睛。我真的是不知道特蕾莎我给过他什么，好像都还好。传递属性猎人，见识见识一下保养。开五秒吧，终究还是辅助级。201啊，前情提要。特蕾莎在库欧利克雷斯特邂逅了同样身为旅行商人的少年阿里，即将在格兰波特举办的大拍卖，为了让大家认同自己而成为独当一面的商人，一定要找到最棒的宝物拿去大拍卖展出。他们对彼此许下了这样的诺言。よし。